スイスの活発な地殻変動地域サルドナは2008年の第32回世界遺産委員会で登録されたスイスの世界遺産である。地質学研究上重要な意味を持つグラールス症状断層を対象としている。グラールス症状断層はスイス東部アルプス山無山中にある巨大な症状断層である。この症状断層に沿ってヘルベティックナップが 北側のあるルチとインフラヘルベティック複合体の上に 100km 以上にわたって競り上がっている。この症状断層は古い体積岩と新しい体積岩との接触面を作り出している。周囲には起伏に富んだ地形が広がり、グラールス症状断層は水平方向に発達しているために、グラールス州、ザンクトガレン州、グラウビュンデン州の比較的広い範囲に露出する。 有名な路頭は、グラールス町の近くにあるロフホズイッテと、エルムとフルムスの間にあるチンゲルホエルナーと呼ばれる崖である。この種類の症状断層は、世界各地の山脈では決して珍しいわけではない。しかし、グラールス症状断層は観察しやすい症状断層であり、また、多くの研究がなされ、作り山運動の研究史において大きな役割を果たしてきた。そのため、 この症状断層が確認される4箇所が、スイスの活発な地殻変動地域、サルドナとして、世界遺産に登録された。この物件の英語名にある、テクターニックアレーナとは、スルゼルバ、リンケー国、バーレンコの間の32.850ヘクタールにも、渡る、山岳地帯のことである。この地域には、スレンシュトックミネア・リンゲルピッツボン、 ピツォルミネなど標高3000メートルに達する山もある。なお、スレンシュトックミネを、ロマンス語では、ピッサードナと表記する。世界遺産の物件名であるサルドナはこれにちなむ。2006年、スイス政府は、国際自然保護連合に対し、最初の提案を行った。しかし、IUCN はこの物件に対し顕著な、普遍的価値を認めなかった。 スイス政府は再び2008年3月に再提案を行い、最終的にはこれが受理され、7月に世界遺産として認定された。東進に曰く、この地域は大陸衝突に伴った作り山運動の顕著な例を示し、症状断層としての優れた見本であると。そのため、ニューヨークのアメリカ自然史博物館は、実寸のグラールス症状断層の路頭の 復元リプリカを作成し展示している。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。特に大陸の衝突による作り山運動を反映している顕著な例であるという重要性と作り山運動が起きたことを示す地質学的な痕跡が非常に多く残っているという完全性が評価された。また本物件では 路頭斜面の風化や観光客の増加などに備えた厳密な保全計画や地質学者のための安全な巡検、調査ルートの開発、地球科学の教育に生かすための長期的な利用計画が必要とされている。初めてグラールス症状断層を観察したのはハンス・シー・エッシャー・フォーンデアリントである。彼はグラールスの路頭では古い地層が新しい地層の上位に重なって露出しており、 地層類獣の法則に反していることを発見した。その息子、アーノルド・エッシャー・フォンデアリントは、中立飛行科大学で、初めて地質学の教授となった人物である。彼は、路頭周辺の構造を詳細に地図上に記載し、これが巨大な症状断層であることを突き止めた。当時、多くの地質学者たちは、作り山運動を、地殻の垂直方向の変動で解釈する。 地公社説を信じていた。そのため、エッシャーは巨大な症状断層の存在を説明することができなかった。1848年になり、彼はイギリスの著名な地質学者、ロデリック・マーチソンを招き、一緒にグラールス症状断層を観察した。マーチソンは、スコットランドの巨大な症状断層に詳しく、エッシャーの発想に賛同した。しかし、エッシャー自身は、 この解釈は不十分であると感じ、1866年の著作の中では幅の狭い敗者が二度大きくオーバーターンしているという解釈を示している。この仮説では不十分であると彼自身は感じていた。エッシャーの後任にあたるアルベルトハイムは当初敗者が二度大きくオーバーターンした説を信じていた。しかし何人かの地質学者たちは 症状断層説を信じていた。その中の一人、マーシェル・エーベルトランは1884年にハイムの記録を読んだ後に症状断層の着想を得た。彼はファイージュミリーというベルギーのアルデンヌ地方の巨大な症状断層に詳しかった。一方、イギリスの地質学者たちはスコットランドのハイランドで症状断層の特徴を見つけ出していた。 1883年にアーチバルド・ガイギーは、ハイランド地方の地形は、少女断層によって形作られたとみなしていた。スイスの地質学者、ハンス・シャルットとモーリスルジオンは1893年に、スイス西部で、ジュラ系のナップが、より若い年代のモラッセ堆積物の上位に、重なっていることを発見した。そこで彼は、アルプス山脈はナップが積み重なる。 ことによってできたという説を提唱した。20世紀に入り、ハイムは新たな学説に賛同し、スイスの地質学者たちは、スイス国内のナップの詳細な記載を始めた。この頃から、世界各地の山脈で巨大な症状断層が見つかり始めた。しかし、ナップを動かした巨大な力がどこに由来するものなのか、説明することはできなかった。 その合理的な説明は1950年代のプレートテクトニクスの登場を待たなければならなかった。プレートテクトニクスでは水平方向の運動はプレートの相互作用によって説明することができる。現在では多くの地質学者が大山脈はプレート同士がぶつかり合う場所に形成されているということを信じている。水平なグラールス症状断層。 ハンス・シー・エッシャー・フォンデア・リントによる、クラールス症状断層のロ頭スケッチ。ありがとうございます。